皆さんこんにちは。1年ぶりぐらいかな、1年ぶりぐらいのステージオンになります。久々です。久々の人は久々です。初めまして、でも名前的には初めましてですね。よいしょ。はい、じゃあ最初の自己紹介からやっていきます。前田ちみてて、ゆうの前です。よろしくお願いします。あ、めちゃくちゃ緊張してきたなんですけど、最初ね、最初歌から歌っていきたいと思います。じゃあ1曲目、ベストフレンド。
ですね、じゃあですね、まあちょっと今日初めてねデビューということで、いやめちゃくちゃ緊張してるんですけどね、生音なんでマイクいらないけど、なんかマイク持ってないと落ち着かない癖あるので、もう家から持ってきちゃいました。これもうスイッチも何にも入ってないマイクなんですけど、私あの声大きいのでもうマイク嫌われてるんですね。逆に嫌われてるから、もうこれでいいのかななんて思ってね、ちょうどいい感じで初デビューさせてもらえて本当にねありがたく思ってます。さあではですね、まあ、ちょっと自己紹介してくると、何なのな、まあ、基本的なプロフィール言っていくと、名前言うの前で、これで言うの前って読むので、名前略してですね、あのツイッターの方からですね入ってくれた人、言うのまっていう風に名前になってるんですけど、言うのまでも言うでものまちゃんでもまえちゃんでもまえさんでもね、何でもいいので、もう適当にもう自分の呼びやすいようにもうぜひぜひ呼んでください、お願いします。私24歳で、ですね、今回 MC でちょっとね、まあ、ソロ活動実は初めてで、ちょっと喋ることっていうのがなかなかあれだったんで、あの質問をですね今回受け付けて、でその質問に答えるって形で、今日ちょっとですね、まあ、自己紹介の代わりにしていきたいなって思います。さあ1問目、まずこちら、どどん、今後挑戦してみたい曲っていうことなんですけど、ツイキャスとかでもですねいつも歌配信していて、でまあいろいろ歌ってきてはいるんですが、今後歌いたい曲、そうだな、こういうライブとか出るときに歌いたい曲っていうことでいくなら、私アニメ大好きなので、アニメとかボカロとかのですね、アニソンボカロっていうちょっとオタクコテコテな感じのね曲大好きなんで、そっちの方面歌いたいかなと思います。鬼滅の刃知ってる人、はい、あ全員上がりますね、もう全員知ってるよね。そう、鬼滅の刃とかね、グレンでいいじゃないですか。あれ最初私グレンカーって呼んでたんですよ。グレンカーって思いっきり言ったら、もう友達にグレンゲやよって言ってね、もう本当に笑われたんで直しました。グレンゲですね。グレンゲとか歌えたらいいな。強くなれる理由を知った僕を連れて進めっていう風にね、生音ライブだとまあちょっとこのノリノリ感っていうの合わないかなって思って、今回ですねバラードポップスにしたんですけど、機会があったらですね、なんかこうアップテンポな曲とかも歌っていけたらいいですねって感じです。はい、次いきます。そう、ゆうの間状態って言うんですよ。ゆうの間状態ね、急に歌い出すのをゆうの間状態と言います。皆さんよかったら辞書に入れといてください。ゆうの間状態ですよ、急に歌い出したら。はい、得意なモノマネ、モノマネ MC でやると滑ったことしかないんだよ。何やろう、じゃあ定番やりますね。もう定番いきます。ミッキーいきます。こんにちは、僕ミッキーだよ。これはね鼻押さえないとできないんですよ。あと何できるかな、あ今日できるかな、うんうん、いや似てないと思う、どうしよう、いややっちゃおう、エドモだよ。ダメですね、エドモちょっと大失敗です。じゃあもうちょっと男っぽいので、じゃああの初期ダイアンのモノマネ、ジャイアンのモノマネいきます。低い方いけると思う。おい、どういた。これ意外と似てるんですよ。似てると思ったらちょっと拍手してね。あと何がいけるかな、あと何がいけるんだよ、もういけるネタが尽きてきそう。モノマネで売ってないのでちょっと勘弁してほしい、本当にモノマネ。あ、一番得意なやつありました、やっていきます。アニメ大好き、ボカロ大好き、歌うことならお任せあれ、心の響けノイチ、これめっちゃ似てるんですよ。ピンクホックスのね、山地ノエってこの真似でした。あ、いい、似てる。本人ですからね。元、そうなんですよ。まあ、知らない人はこれからちょっとツイッターで、話す中で知ってってください。はい、次、自主企画の撮影会などの構想っていうことで、今回ですねツイッターの方でも結構カメラマン来てほしくって、私の方がですねカメラタグで、まあ、ちょっと、募集したと思うんですけど、そう撮影会っていうのは実は前々からやりたくって、撮影会なんだろうな、なんか愛知県いろんなところ結構行くんですけど、コロナ禍になる前は、なんか安城市にあるなんかデンパークとか、なんかあと名古屋とかでも噴水あるなんか、なんだっけ、ちょっとド忘れしちゃったけど、なんか噴水ある大きな公園あるじゃないですか、そういうところで、あ、そこですね、きっとそこ。間違いない、そことかでですね、なんか撮影会できたらなって思ってますっていう感じかな。なんかもう
1対1撮影でなんかその1日なんだろう3時間ぐらい使ってもゆっくりですね、綺麗ななんかところで撮れたらなっていう感じで思ってます。まだちょっとあの予定は未定なのでですね、これからちょっとやっていけたらなって感じです。はい、じゃあ前半 MC このぐらいにして次の曲いきたいと思います。じゃあ次の曲いきましょう。愛のストーリー。ため息くらいつくと
ベイマックスの、ね、映画で使われてた曲になりました。はい、ではですね、続いてじゃあ MC 後半行ってみようと思います。こちらは出た、またモノマネ系、モノマネかな、違うね、歌えばいいのか。はい、じゃあ言う生状態出させていただきます。拍手お願いします。手拍子。別に君を求めてないけど、そこにいるとどうなんだっけ。君のドルチェ&ガッバーナの香水のせいだよ。香水あんまり効いてないのバレバレやん。ちょっともうなんで香水にしたの。絶対これはね、これあれなんですよ、質問箱の方で受けたから、これ絶対にリア友です。もう見てるかな、見てる。はい、次、まあ、これもリア友、絶対リア友。この口調ね、私のね大学の友達なんですよ。もう告知うるさいので何とかしてくれ。無理でーす。もうね、告知しないとね、何があるかってわからない時代なんですね。もうだからもうバンバン告知します。いろんなアカウントありますので、私バンバンリツイートリツイートリツイートタグ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 ってやっていくんで、よろしくです。はい、次行きます。よいしょ。さあ次は変なの来ないでくれ。よいしょ。あ、これですね、フォロワーさんから来たやつです。今一番チャレンジしたいことはっていうことなんですけど、いや、いっぱいある。モデルやりたい、あとコスプレイベントのコスプレやりたい、あとなんだろう、なんかね、本業の方でも活動してて、そっちの方でもなんかいろいろ音楽やってるんですよ。そっちのイベントも進めたいし、あとなんかお祭りとかで歌ってみたいし、あとテレビとかも出たいし、ネットにも出たいし、 YouTube でも出たいし、もうやりたいことだらけなんですね。あと料理も作ってみたいし、あと踊ってみたもやりたい、もういっぱいあります。なんか皆さんのね、好きなもの一つでも入ってたら、ちょっともうやってってもう言ってください。そしたらやるかもしれないです。よろしくお願いします。はい、じゃあ次。うわっ、何これ、5秒間ダンスできますか。私にダンス、最近やってるダンスなんてもうこれぐらいしかないですよ。知ってる人は知ってます。トン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 っていうね、痩せるやつ。あとこれ、うんトンうんトン、これこれです。5秒間じゃないけど、これ3分間です。タタタタタンタンタタタタタン、アキチャキプランパオタタタタタン。あれなんて言ってるんですかね、英語かな。ちゃんと聞いてない。っていう痩せる系ダンスしかやってないです。はい、次。お、これラストですね、きっと。ラストかな、ラストやね。今後の活動について、はい、今後の活動について真面目に宣伝していきます。はい、今後の活動についてはゆうのまのですね、ツイッターゆうのまで検索するとですね、私のアカウント出てきますので、まだフォローしてない人はゆうのまで検索してフォローポチッと押しといて、で定期的に1週間に1度はチェックしてください。そしたらですね、今後の活動分かると思いますので、よろしくお願いします。まだ活動を見て、予定は未定です。まあ、今ねこんな感じで、ちょっとイベントいつやれるかっていうの分からない感じなんでね、ある時にですね、また連絡してきます。はい、じゃあ MC ここまでで、さあ最後ですね、3曲目やっていきたいと思います。3曲目ラストです。ちょっとって薄く聞こえた。ありがとう。さあラストは、あ、何これ、あ、何これ、ハンカチの中に何か混ざってたぞ、混ざってたぞ。皆さんこれなんだ、何のキャラか分かる人、分からん、鬼滅のねずこ。見えない。そう、ねずこマスクです。ちょっとこのためにだって家から持ってきちゃいました。クレーンゲームで撮りました。という、はい、というわけでですね、ラスト3曲目、鬼滅の映画になってるね、もう今一番勢いのある映画ですよ、映画の無限列車編のですね、ホムラ歌わせてもらいます。さあ、じゃあ3曲目ね、もう全部詰め込んで歌っていきますので、聴いてください。
ということでチョコレートをお配りしたいと思いますので、お時間ある人は物販まで残ってよかったら楽しんでってください。ありがとうございました。